インテグラール、ね、綺麗な白ですよね。いやこれね、なかなか貴重な車がね今来てたということでね。っていうかエンブレムあんな小さかったんやな。これね今プレミアついてだいぶね高いお値段で売ってると思いますよ。なんかものすごいシンプル。こんなにシンプルやったかなっていうぐらいシンプル。いやこれねほら、ここにインテグラのね、これ今のあのアメリカで出たインテグラも確かここね、こういうねエンボスになってんのね。いやこの車はね、あの青山のあのウェルカムプラザで私見たぐらいで本当にね貴重ですよね。いやこういうねシールも当時のオリジナルがそのままついてるっていう、いやこれは素晴らしい綺麗なお車ですね。っていうか当時のこのエンブレムこんな小さいよね。はい、見てみてこれ。あのちょっとね横に並べていただきましたね、カッコインテグラタイプ R ね、こんなに大きさが違うんだなっていうね、並べてみて、いや、やっぱ思いましたね。当時の、やっぱこの車のサイズ、ね、当時のホンダのサイズって、やっぱこれぐらいが、やっぱ乗りやすかったなと私は思いますね。いや、やっぱこうやって見ると、本当にね、なんかやっぱ、基本デザインが似てるなっていうね、そんな感じがしますね。これ VTEC、何回転ぐらいからガーンいくんですか、5500やったら、あ、5500ぐらいですか。旧、うん、の方はだいたい結構高くて、最近の方は結構多分4500ぐらい、この子は確か5500かもうちょっと上やった気がする。昔の5速なんで、5速は弱いけど音と鼓動がやってくるってことですね。もうそのなんか逆に言うたらそれはちょっと物足らないんですよね。こっちはね走るけど、走るけどちょっとその点が物足らんっていう、昔ながらのコンピューター制御とか入ってないんで、はい、それがもうすごいいいですよね、アナログな感じで。いやでもこれ一回やっぱなかなか抜けれないですよね、やっぱ VTEC 体験してしまうと。いやいい車お持ちで本当にね羨ましいです。いや本当にこれね長いことね乗る車だなと私今思いましたね。やっぱりなかなかねこの手の車ってね、あのオーナーさん手放さないということあるあるですよね。ちなみにこれアンテナね、これ思ってる以上に長いの。これぐらいすごい長い、こんなに長い必要あるっていうぐらいねアンテナが長いんです。ちょっとね中映させてもらいました。これよこれ、レカロね、これが最初からついてるっていうね。あ、足元はこんな感じなんやね。ちょっとだけお邪魔して、おお、すごいハンドルが、もう、わ、この鼓動は全然違うぞ。ちょっとすごいアナログ車乗ってるって感じ。あ、シフトレバーが、ね、当時の、やっぱこれ今のデザインと一緒だわ。いやー、すごい。この鼓動がすごいんよ。ちょっとだけ踏ましてもらおう。ちょっとあんまりね、あんまりちょっと踏むとあれなんで。いや、この黄色の針がすごいかっこいい。いや、アナログに乗ってるって感じ。やっぱね、こんなに震えるんや。振動がすごい。これ酔うかもしれん。この振動すごい。ね、その後、ね、私の、シビックタイプ R 乗ると、まあ、全然振動がない。振動ゼロ。いやー、これでブルブル震えてるって言ったらね、全然ですよ。やっぱタイプ R 乗る方はあれを耐えれてるんだなというね。なんか、もうなんか慣れるというか耐えるっていう感じでしたね。ハンドルがブワーって震えてましたんで。で、このティアドロップ型の、これはね、一緒でしたね。なんか大きさとかも一緒。いやー、いろんなオーナーさんと出会えて、本当に今日はね、楽しいですね。やっぱね、車を買うと、こういったね、車でつながるね、情報とか、ね、人の出会いっていうのがありますので、まあ、YouTube だけじゃなくて、こういったオフ会とかも参加してみるのはいいなと、私ね、今思いましたね。いや、しかし、貴重な車見れたわ。こうやってね、車を眺めながら、ね、ちょっと、お茶と、お昼ご飯いただきます。これ、おかか、いただきます。ね、すいません。ちょっと、一緒にお食事。これ最高の休日だわな。いいね、このタイプ R。タイプ R 飯。やっぱこういうガレージ欲しなるわな。いや、この3台ね、並んでるのなかなかですよね。
ね、右からユーロ R で、インテグラタイプ R でシビックタイプ R FL5 と、こういうねやっぱオフ会みたいな時にしか映せないこのね動画ね、皆さんあの写真バシバシ撮ってたんで、いや本当にね皆さん楽しんで来てるなと思いましたね。よし、ちょっとあのせっかくなんで高尾パークウェイあのドライブします。っていうか暑い、シフトレバー暑い。プラス R、 プラス R。 っていうか暑いわこれ、めっちゃ暑い。シフトレバーこんなんなるんかね。今あのちょっとプラス R モードで、この山道の方ワインディング楽しんでおります。ハンドル重い。あ、そうか、こんなにハンドル重いね。なるほど、これどうなんでしょうねこの重さね。皆さんね、これ軽い方がいいっていう人もいるかも。まあまだちょっとね慣らし運転中なんでそんなに飛ばしはしませんが、ちょっと今ドライブがてらにこう軽く山道を流しております。これ抜けると嵐山の方に行くみたいなんで、ちょっと観光客が多いのでちょっとね反対から帰った方がいいのかなっていうか、この横のすごいこの G、横 G を感じる。ちょっと安全運転で行きます。おー、レブマッチ、レブマッチ気持ちいいね。あー、この辺も広い駐車場があるんですね。やっぱタイプ R ね、こうやって眺めてずっと見るのもいいんですけど、やっぱりこれ運転してみたら、あー急になんか気持ちが晴れ晴れとする。すごい爽快カーブがかなりこの吸い付くんよね。やっぱねこのシフトダウンする時のこのレブマッチが、まあ、自動的に回転数を合わせてくれるっていうのと、これやっぱ横のこれもだいぶ制御されてるよね。横滑りね、あのタイヤがそれぞれあの右と左でその回転数変えたりしているみたいですね。なのでこうカーブスッとね平行にこうスーッとこうロールなしで滑るように走っていくっていうね、そういうのがやっぱ特徴ですよね。いやーこれすごい、このカーブ、これ普通これフィットとかやったら多分この速度曲がられへんよ。ガチガチにしないと。これだってドノーマルなもん。ここはねやっぱあのドライブウェイ、まあ、パークウェイということだけあって、あのいろんな遊び場があるみたいですね。なんかバーベキューができたりとか、あとこの紅葉ね、今これまだちょっと色づいてないけど、あのもう少し秋口になったらこのモミジがね綺麗に、ね、なるみたいですね。桜もね結構生えてるな、ね、なのでサーキット場まではなーっていう方が結構こういうとこ来られてね、あのやっぱワインディング楽しむっていうのはありだなと今思いましたね。うん、快適。すごいすごい伸び、坂道で G が来るっていうね。でインテグラタイプ R ね、あれちょっとだけね運転席に座らせてもらったんですけどあれはちょっとっていうか、やっぱあれが VTEC かね、 NA ので、やっぱあのおっしゃってたんですけど、あの音とか振動とかはやっぱすごいけど、あの実際その今のねこの FL5 とか FK8 のこのターボ車とかに比べるとやっぱ遅いとね。やっぱあの鼓動とか走ってるぞっていうね、マシン操ってるっていうのはね、あのおそらく昔のねあのインテグラとかねシビックタイプ R とかの方がいいとは思うんですけど、まあ、私ぐらいのちょっとおじさんになってくるともうちょっとあの振動はな、もうあれアイドリングであの状態やったから、あれ走らせたらどうなんのっていうね。いや、なのでちょっと私はこれぐらいがちょうどいいかな。まあいろんな意味でこのシビックタイプ R ね FL5、 いやいい車だなと私はちょっと思っております。ち
と酔ってきたから酔ってきたわ、なんかコンフォートにするわ。さっきねちょっとあの挨拶がてらにってね鳴らしたんですけど、こういったねあの山道でもあのこういった見通しの悪いところとか、あの車が突っ込んできそうなところね、そういうところにねよくあの警告鳴らせのサインがありますね。そういった時にあそっかあのホーンってあんまり鳴らさないなと思ってたんですけど、意外と鳴らすなと思ってね。なのでやっぱこれユーロホーンに変えてよかったわ。なんかまあビーっていうのもまああれはあれで哀愁漂ってていいんですけどね、なんかちょっとえ変って感じなんかちょっと高級車って感じ。ちょっとどっかで休憩しようかな。おこのね180度カーブ、いや全然曲がれるわこれ太いタイヤだからか、すごいよこれ、ロールしない。これ今コンフォートなんですけど、これはちょっとねすごい曲がる、こんなに曲がる。こういったね山道でもこの330馬力420ニュートンメーターっていうのはねちょっとまだやっぱ持て余すかな。やっぱドリキンさんみたいにねあそこまでちょっとあの踏み込んで全開でこの峠走る技術はないんで、まあでもやっぱこの上り坂とかの時はすごいゆとりを感じるね。で、FK8 の、ね、方のちょっとあの映させてもらったんですけど、足元のあのヒード&トゥーね、この車はもうレブマッチがついてるんでもうヒール&トゥーしなくていいんですけど、あれなんかやっぱ面白いなと思ってね、こうできるんかな、こうブレーキ踏みながら、こうブレーキ踏みながらっていうね、このアクセルでこの回転数をグッと上げてなんか美味しいところでシフトチェンジするっていうねやり方なんですけど、まああれ主にこうシフトダウンするときかな、シフトアップというよりシフトダウンするときにちょっとこうフンフンフンってこうね、まあ、リズミカルに落としていくとね、その辺の技術ができたらなとかっこいいなと思うんですけど、あんなねなんかあのペダルにつけるパーツが売ってるんですね。いや私のタイプあるじゃんね、一生懸命走ってきたよ。お、なんやのこれ思いをつなぐ幸せの黄色い旗。え、これ、ふんのん？これ、ふんのん？これ、誰かに？誰に向かって？細川下りしてる人に向かって？いや、この山の渓谷がね、すごいね。あそこなんかあの、道路が見えますよね。あの、ちょうどなんか、車の撮影に、ね、抜群に良さそう。で、これほら、色変えれました。赤、ブルー、チャンピオンシップホワイト、グレー、黒みたいな感じで、色変えれるんよ。やったね。嬉しい。これコメントで教えてくれました。ありがとうございます。はい、というわけでね、今日は、オフ会に参加してみたっていう動画でした。ね、こんな感じで、カーライフこれからも楽しんでいきます。私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いしますはい、というわけで今日はオフ会に行ってみた動画でした。じゃあね、バーイ。